皆さんこんこにちは大学学大の浜口ですえ今日は諸外国のシェルター事情と日本の現状ということについて、えー、お話をしたいというふうに思います。まあ、シェルターといいますと皆さん方は昨年2月24日に起こったウクライナ戦争の中で多くのウクライナの人たちが えまあ防空壕といいますかシェルターに避難している映像を見て改めてあまだこんなのあるんだと思った人が多いのではないでしょうか一方において世界に目を転ずればですねシェルターは当たり前のことですこれはよく利用されているグラフですが。 これは NPO 法人、核シェルター協会がです、ね、調べたデータになりますが、まあまあ、主なというか、ねえー、シェルターがどれだけ普及しているかということを示したグラフになります左からスイス、イスラエルなどー100%の普及率とそれに対して一番右側の日本はもうない。 ししい状態の数値を示して例えば私もほっと頭,に考頭の中で考えてみたんですがそうは言っても日本もまあ地下はいっぱいあるわけですね特に東,東京などは地下鉄ですとかあ地下街ですとか、まあ、そういうところもまあシェルターとしての役割が全くないとは言いませんがやはりシェルターにある一定の要件がなければ。 私たちの生命安全を確保することはできないわけです。で今まで日本はですね戦前は防空壕という名前で日本にも戦前はこの写真の左上ですね、えー、防空壕ということで戦前は日本にも、えー、まあありました。でこの左下の写真はですねこれは中国北京の 公共シェルターのの内部の写真ですで右の上下の写真はこれヨーロッパですね、えー、の写真ですけどもこにヨーロッパの場合は普段はですねシェルターというのをワインセーラーに使ったりとか一部物置、ねえー、場所にまあ使ったりしている、まあ、備蓄倉庫的な意味で使っているようなこともあります。またアメリカなどはですね あ説明をしますが自然災害とにハリケーンとか竜巻時の避難防護として使っているような形のシェルターなどもあります。でさっきも言いましたようにスイスやイスラエルはほぼ100%の普及率という中にあって、えー、スイスやイスラエルではですね、まあ、大体学校や学校 病院等の公共施設にもありますし当然各家庭にもですね、まあ、シェルターが配備をされてますし有事の場合は防毒マスク等もですね、まあ、無料で支給されたりしますそしてスイスの場合は60年代ですね1960年代1963年に法律で シェルターの設置を義務付けています同時に公共シェルターのネットワークですね国内の公共シェルターのネットワークを管理する連邦民間防衛庁というのを作っていますさらに2000年に入りまして2012年からはもし自宅にシェルターを設置しない場合は、まあ、自分の住んでいる自治体に えー、約日本円で19万円ですね、えー、1,500スイスフランのお金を払って自宅近くの最寄りの公共シェルターに、まあ、家族全員分が避難する、まあ、スペースを確保するというようなことができるようになっています。一方ですね先ほどの,あのスイスあ各国のシェルターの普及状況のデータではなかったんですけども例えば ノルウウェェーーののお隣の国でであるスウェーデンですね今回スウェーデンは NATO 加盟を申請をしてましたけどどうやら NATO にスウェーデンも加盟できそうな空気がありますがこのスウェーデンですけどもこのスウェーデンは首都ストックホルムをはじめとして主要都市には人口の70%を収容できるシェルターまあ約よによく6万5千箇所のシェルターを持ってまして日頃は、ね 地下駐車場だとか屋内運動場、まあ、屋内競技場っていうんですかねそういうふうなものに使用して今後もスウェーデンはシェルターを増やしていくというような計画を持ってます実際これがスウェーデンのシェルター配置図ですけどね、これを見てもらえば分かりますよりもうかなりですねあの都市部を中心としてシェルターがあることがご覧いただけるというふうに 思いますまあア,、ね、アメリカは当然、えー、軍の施設や政府機関にもシェルターは配備されてますしさらに伊さ近年はですね学校ですね公立の学校に、まあ、3ヶ月間は生存というか、まあ、そこで生活できるようなシェルターを段階的に整備をしています。 さらにさっき申し上げましたように自然災害ハリケーンとか竜巻等の避難防護としてもねシェルターを活用するような形になっていますじゃあ同じくアメリカとですね米ソ冷戦構造時代は睨み合っていました当時のソ連今ロシアですけど、えー、ロシアも大都市圏を中心としてシェルターの設置を 推奨していましててま例えばあの、地下鉄ですね、ロシア内の地下鉄は当然、シェルターとしての機能を有していますし、私も防衛大学校のです、ねえー、4年の時にモスクワとサンクトペテルブに行きましたけど、その時も地下鉄に乗りましたが、かなり深い場所に地下鉄のホームがありです、ねで、かなりシェルターとしても使えるような、まあ、構造にもなっていました。 で今もですね、ロシアは、えー、アメリカと同じようにですね、シェルターを作っていますが、2016年にはですね、ロシア非常事態省がモスクワ市民すべてを地下シェルターに避難できる用意ができたというふうなことも発表しています。じゃ日本の場合、首都東京1300万人ですが、1300万人のすべての都民を 地下シェルターに避難させることができるのかどうかというとこれは皆さん方もお分かりのように無理です今は。というような現状ですよね。でイギリスヨーロッパですねイギリスもですね、まあ、ハイスペックのですね、まあ、シェルターが15か所ありです、ね、その中でも8カ所は、まあ、ロンドン市のロンドンの地下鉄駅に存在しですねそれぞれがトンネルでつながっています。 で各シェルターは約8,000人ほどが収容できるというようなキャパを持っていますでこれがイギリスのシェルターの配置ということですけども、まあ、イギリスもですね都市部を中心として特にロンドンを中心としてこのような形でシェルターがしっかりとね、えー、設置をされているわけですじゃあ,ヨーロあのアジアはどうかとねアジア あのアジアの国も実はですねかなり進んでいますまず最初がシンガポールですこのシンガポールという国はものすごく狭いですよね国土があの狭いシンガポールの国土の中にですよ皆さん、ね、574箇所のシェルターがあんですよあんな狭い国ですよシンガポール、ね、574箇所のシェルターが配備されてまあ シンガポールの場合は地下鉄なんかもっきりシェルター化していますけどね574箇所ですよ、ね。これ実際こんな感じですねこんなちっちゃい島というか変ですけどねこういう狭い国土の中に574箇所のシェルターを作って国民の安全を確保するというような政策をシンガポールも行っているわけですね。えー、じゃあお隣の国韓国はどうかと。 まさに韓国は、えー、北朝鮮との関係もありますからシェルターあるいは地下施設ということに関しては日本よりもはるかに先に行っています実際ソウルなどではですね、あのー、民間施設でも床面積が60平方メートル以上の場合はの避難施設として活用できるような形。 を取ってますし皆さんたちも観光でソウルに行かれてる方もですねあんまり気づかないかもしれませんがあの地下鉄の階段のちょっと手前辺りに防毒マスクをの、まあえー、ボックスというかですね、まあ、そういうふうなの多分皆さんたちも観光で行ってるんでそんなの気づかないと思うんですがよくよく見るとですね あのソウルなんかの地下鉄の入り口あたりにですねちょっと降りたところにそういう防毒マスクなんかをですね配備するというもうまあボックスというかそういうのがあったりもするぐらいです実はかなり日本とは違ってえ市民の安全を守るためにですねえソウルなんかは大都市圏を中心として韓国はですねえやってまして一応ソウルなどは大体ソウル市の人口のまあ300%ぐらいのねえ規模感で えー、市民を収容できるスペースがあるというふうにも言われています。で、これが、えー、右左側がですね、えー、韓国ソウルの地下鉄の入り口に書いてあるシェルター避難というふうなマークです。一方右側はこれ台湾です。これ台湾の防空壕エアエアディフェンスシェルターということでこういうふうな表記が 街の中至る所にありまして実際えー、台湾に関して言うと後で話をしますが先日もですね、えー、防空訓練をやってましたけどもかなりですね、あのー、台湾などはえー、国民保護シェルターに関しては日本の 全然、えー、及ばないぐらいですね充実した形になっていますじゃあそもそもですねシェルターと何なのと核シェルターとね何なのかというと基本的に日本にはさっきも申し上げましたように、まあ、核シェルターは存在しません現状はまあシェルターもどきがあるかもしれないしかし核シェルターは日本には存在しないそれはなぜかというとそもそも日本には法令上も、まあ、制度上も存在しないわけですね もっとと言うと日本の場合は、えー、シビルディフェンス、ね、いわゆる民間防衛あるいは市民防衛国民擁護という概念を国民が共有していないという問題があります2004年成立した国民保護にしても2015年に成立した事態対処法にもシェルターというのは存在していません一方において海外はどうかと言いますと法令で ちゃんとシビルディフェンスの中でシェルターというものの位置づけがされています加えてこのシビルディフェンスに対する教育等もしっかりと海外では行われているというふうな意味で全く日本とは全然雲泥の差があるぐらいのですね知識差もあるいは体制法整備も違うわけですじゃあこのシビルディフェンスとは何かという話して、ねえー、日本で,はですね 国民保護というふうに訳されてますが正確に言うとやっぱり民間防衛、まあ、市民防衛という言い方が正しい本当は訳かもしれませんでこのシビルディフェンスですけどもこれは1977年に、えー、ジュネーブ諸条約を発展拡充したもので、えー、ジュネーブ諸条約第1追加議定書および第2追加議定書と規ている中でですねこのシビルディフェンスというのは定義されました 日本も一応ですね2004年には加入をしてるんですが実際は全く、まあ、実態が伴ってないというようなのが現状ですでこのシビルディフェンスに関してはまあ国民保護に関しては日本はどこが担ってるかといいますと一応総務省消防庁区民保護室というのが担当してるんですがじゃあこの 国民保護になっている担当大臣は誰かというとさあ誰なんですかね日本の場合は。当然消防庁国民保護室が総務省にぶさかがってますから総務大臣が国民保護の担当大臣だと思うんですがじゃあ総務大臣が自分が。 国民保護を担当してるっていう認識があるのか、はなはだ私は疑問に感じています。一方、アメリカなどはフィーマーですね、連邦緊急事態管理庁が管理してますし、ロシアやドイツ、スイスなども各担当のちゃんとした役所がしっかりとですね、このシビルディエンスに関してはですね、役割を担っているわけです。じゃあ、シビルディエンスの一部としてのじゃあ核シェルターと。 言ったたことを考え場まあ一から四までですね、えー、ここに説明したいと思いますが当然一つは国民のの命を守るためのシェルターですよね二つ目が当然シェルターというのも使用規格まあ実質規格みたいなですねそういうのがなければ意味がありません三番目がですねやはり、えー、細かく細かい規定ですね シェルターというのはまあ一般的に核シェルターが有名ですけど例えば NBCR 漁業の換気装置とか防爆扉だとか発電機衛生機こういうのも備わってなければですね本当の意味のシェルターの機能を渡せないわけですからこういうの細かい規格あるいは詳細な、まあ、機能なんかも必要なわけですそれはもう4番目がやはりマニュアルですね、まあ、日本の場合は往々にして 分厚いマニュアルを作って終わりのケースが多いんですがシェルターに関しては日頃からやはり避難訓練やあるいはマニュアルに沿った実際の実行動等をやっておくことがやはり非常に大事になりますし時にはシェルターを活用した訓練等も実際の訓練をやっとかないといざ使おうとした場合に故障したとか使えなかったりということではやはり国民を守れないということですからやはり日頃からのマニュアルに伴った細かい 避難訓練等をやっておくということなどもですねこのシビルデ d n ンスの一部としての核シェルターというふうに関わってくるわけです。